チャーリー・ダー・ウィジット・オント・オンは、太陽国の女優で、タイテレビ3チャンネルの第2世代のパワーさんと呼ばれている、ニューフェイスの俳優グループのメンバー。女優になる前、12歳の時からずっとファッションのモデルや、いろいろな CM に出ている。2009年に放送された、ドン・プー・ D というドラマの、ポッチャニー・ラッタナ・デイ・チャーゴーン役で、ニューフェイスの女優として、広く知られるようになった。 2010年にチャーリーダーがタイテレビ3チャンネルの40周年設立記念のスペシャルドラマシリーズプロジェクト C ホアチャイヘンクンカオの主演俳優たちの一人のメンバーとして選ばれこのシリーズの3番目のドラマパタピー・レイラックでプリンス・パーラットと共演しヒロイン役のチャエムを演じた二千十一年にプロイクワン役でタワンディドというアクションドラマで昨年 4ファジャイハング君カをプロジェクトで共演したプリンス・パーラットとウラサヤ・スパーバンと再共演し2011年11月にローマンチックドラマラック・パーティハンのピムナルモン・ナワパット役を演じた今年の2012年にはチャーリーダーが2つのドラマに出演することになったその1つはアクションドラマであるヌアーメクにムープラ・プチョム・カマンウェイとのヒロイン役の フレアパイリン博士を演じた。そして、チャーリーラーが、また、タイテレビ3チャンネルのもう一つの、スペシャルドラマシリーズプロジェクト、スパープブルッドチュターテープの主演俳優たちの一人のメンバーとして選ばれ、このシリーズの5番目のドラマ、クンチャー・イロンナピーで、ヒロイン役のプエーンクワンを演じた。現在、このドラマの他の未確定役のカースティングがまだ、続いている状態。本名は、 チャーリーラー・ウィジット・オントーン。ニックネームは、ミン、ミント。ファンクラブからの愛称は、ゴチャン、チャーダー、ミンティー等。誕生日は1993年8月8日。父親が中国系のタイ人で、母親は、ハーフインドタイ。4人兄弟の中、ミンが長女で、弟が3人いる。名前はそれぞれ、モース、モン、マイロー。すべてのドラマは、 タイテレビ3チャンネルで放送されたもの。ドンプーディーハット、パタペーレイレクハット、チャラダビジェットバンタングウィズ、エクセレントティーンズワワーズイヤー2012。ありがとうございます。